三木村さん、声がそんな感じしたけど、出なくてよかったけど、何の用だったの？へえ、大人気ね。何か起こったみたいね。そうね、うちの前のすぐそばだし。警察の。もう行きましょう。人混みは疲れるから。いや。やっぱり君らも気になったんだね。ああ、けどこれだけのヤジ馬を引きつけているんだよ。何が起こったんだろうね。これだけの騒ぎだ。殺人かな、強盗かな。いずれにせよ機捜隊が急行してきているくらいだから重大事件だと思うよ。ああ、捕まらないでほしいな。何って？だって機捜隊が解決できなかったら母さんの出番が来るかもしれないじゃないか。おばさんが働くことになるの、そんなに好きですか？いやいや。全然好きじゃないよ。だって忙しければそれだけ僕に使ってくれる時間が減るからね。でも母さんは警察の仕事を愛している。それは認めないとね。忙しければそれだけ生き生きしていた人だから。だからさ、
もっともっと忙しくなればいいと思うんだよ。あまりおかしなことは考えない方がいいですよ。僕が何を考えたところで世間に変わりはないさ。呆れた人。ただいま。本当に来てくれたんだ。別に。え、事件？何が起こったんだろうね。嫌だな。怖いね。サンデーのこともあるし、ちょっと嫌な感じだよね。これが普通のカプセルだね。本当にいいの？ありがとう。本当に、本当に過去に戻れるのかな。うん。けど、過去が変わるってことは、現在も変わるってことだよね。そんな風には思えないよね、今のところ。うん。さっきの事件の話だけど、痴漢よりも怖いよね。京介、ボディーガードになってるね。確か、そんな映画もあったよね。気分の問題かな。昔はよく繋いだのに。まあ、そうだね。
うん、そうだね。あのね、だからそれを取り戻せないかと思って。もし本当に過去に戻れるのだとしたら、京介の方は？京介はどうしてマージなんか使うことにしたの？お姉ちゃんにも言えないの？そっか。そうそう、今日のことはみんなには内緒だからね。それじゃあまた明日。本当にありがとう。もう誰もいないみたい。うちの前普段通りに戻っていたから。お兄ちゃん。ねえ、まだ？もうちょっと待ってよ。地図的には間違ってないはずだからさ。暑い。疲れた。でも山の中に入ったら少し空気がひんやりしたよね。坂がきつい。足がぼうちっこ。もしかして遭難しないよね？たとえ道を間違えているとしても、そこまで深い山じゃないから。じゃあ山っぱとか。いきなり漫画みたいになった。うわー！きれい。
ちはやっぱり下流だからね。うん、だから綺麗なんだと思う。じゃあ泳ごう泳ごう。ああ、京介、覗いちゃダメだよ。バレないようにね。それじゃあ僕らも着替えよ。男子よりはやっぱり時間がかかるんだろうね。すごいね。来た甲斐があったかな。泳ぐ前なのにもうお腹が空いてるよ。え？え？お待たせ。えらいえらい、おとなしく待ってたね。解消なし。やめなさいってそういうこと言うのは。まずは準備運動だね。マジで？一応やっておいた方がいいよ。水多分冷たいだろうし。しゃあないか。プールと違っていろいろ危ないことがあるかもしれないから、みんな気をつけてね。だってもう学校のプールでも泳いだことあるし。